と。ここはどこだ。何も思い出せない。目が覚めた？ここにいるってことは、あなた死んだのよ。ようこそ死んでたまるか先生へ。動物だけど、あなた入隊してくれないでしょ。何なんだよお前ら。俺を巻き込むなよ。ここに来た奴はみんなそんな反応するのよね。何もしなければ消されるわ。消される？誰？どうすればいいんだ。戦うのよ。あれが死んでたまるか先生の敵、天使よ。現れた。クソ、撃ってやる。やらなきゃ、やられるんだ。私は本当に神がいるのなら立ち向かいたいだけよ。だって理不尽すぎるじゃない。悪いことなんて何もしていないのに、守りたい全てを30分で奪われた。そんな理不尽ってないじゃない。そんな人生なんて許せないじゃない。聞こえた気がした。私たちがかつて生きていた世界では、人の死は無差別に無作為に訪れるものだった。でもこの世界は違うのよ。天使にさえ抵抗すれば存在し続けられる、抗えるのよ。どうして止まらない。記憶喪失もお前らの仕業か。記憶喪失はよくあることよ。誰もミジンコになることを恐れているわけじゃない。ここにいる連中は全員が神に抗おうとしているんだ。理不尽な人生を受け入れることに抗おうとしているんだ。では正当化するのか、その行為を。果たして神は誰に味方するのか。